ピーター・ロバート・ジャクソンは、ニュージーランド出身の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、俳優。同じく脚本家で、映画プロデューサーのフランシス・ウォルシュとの間に西がいる。初監督した、スプラッター・ホラーの、バッド・テイストが、評判となり、ミート・ザ・フィーブル・イカリのヒポポタマスと、ブレイン・デッドもヒットし、カルト映画の巨匠となる。ロード・オブ・ザ・リング三部作で、 数々の記録を打ち立てた。ウェリントン郊外、プケルアベー生まれ。両親はイングランドからの移民である。レイ・ハリー・ハウゼン作品とテレビシリーズ、サンダーバード、エルジェのバンドデシネ作品、淡々の冒険の大ファンとして、少年時代を過ごす。9歳の時に、テレビで見た、キングコングに魅了され、両親が、友人夫妻からもらった8ミリメートルカメラを使い、 短編映画を撮り始める。12歳の頃には、ボール紙で作ったエンパイアステートビルをセットに、キングコングのリメイクに挑戦するが、技術の未熟さを痛感し断念。しかしこの時の熱意は30年後に成就することとなる。17歳で高校を中退し、イブニングポスト社に入社。写真技術者見習いとなる。新聞社の研修で、オークランドへ派遣された、 長時間の列車移動の暇つぶしに指輪物語を持参。車中で大きな感動を覚えた。その後、友人たちとスプラッター映画の自主制作を開始。学生映画祭やアマチュア映像展に出品するも評価は得られなかった。1987年に制作プロダクション、ウィングナットフィルムを設立。同年、監督、脚本、主演。 特撮を手掛け4年の歳月をかけ完成させたバッドテイストがカンヌ国際映画祭で評価され一躍、カルト映画の監督として世界的に名が知れるようになる1989年にミートザ・フィーブルを制作し特撮を担当したクリエイターのリチャード・テイラーと知り合う以降ロード・オブ・ザ・リングを含め2人の共同作業が始まる1九9三年に VFX 会社を得たデジタルを設立し、カルト色の強いスプラッターホラー映画を制作。1994年に公開された乙女の祈りでは、それまでのホラーコメディ作品から大きく作風を変え、ティーンエージャーの不安定な内面を幻想的な映像表現で描いた。ジャクソンはこの映画で、ベネツィア国際映画祭銀師師匠ほか、16の映画賞を受賞した。 1995年にニュージーランドの映画制作者コリン・マッケンジーを描いた疑似ドキュメンタリー作品ホーゴットン・シルバーを発表。1996年にロバート・ゼメキス・プロダクションとの共同制作でマイケル・ジェイ・フォックスを起用したさまよう魂たちを公開しハリウッド映画へ本格参入。1995年に キングコングのリメイク制作が決定していたが、ゴジラやマイティー、ジョーなど競合する特撮映画が多く公開されることから商業的手腕に対し疑問を感じたユニバーサル映画は制作を凍結した。ジャクソンはこの頃よりロード・オブ・ザ・リングの構想を具体化し始める。2001年から2003年に公開された JRR トールキンの指輪物語を原作とする。 ロード・オブ・ザ・リング三部作はニュージーランド国内で撮影を行い壮大な映像表現による長編映画作品を完成させた。特に完結編であるロード・オブ・ザ・リング王の期間はアカデミー賞トップタイの11部門を受賞。ジャクソンもアカデミー監督賞とアカデミー脚色賞を受賞した。この異業達成により世界的なフィルムメーカーとなった。 ロード・オブ・ザ・リングの成功によりユニバーサル映画はサイド・ジャクソンにキング・コングの制作を依頼する。ジャクソンは長年の夢であった1933年制作のキング・コングのリメイク券を獲得しキング・コングを公開。自費で制作費の一部を捻出した。この作品でも成功を収めアカデミー賞3部門を受賞した。2006年マイクロソフトのゲーム ヘイローの映画化を発表したが、配給元の資金難を理由に無期限延期となった。その後は、プロデューサー業に専念していたが、ヘイローの制作発表の際に集められた、スタッフ及びキャストをプロデュースし2009年に大地区を公開。3000万ドルの制作費で、北米工業収入1億ドルを突破した。同年、アリス・シー・ボルドの同名ベストセラー小説を実写化した。 ラブリーボーンで監督に復帰。英国王室主催のチャリティーイベント、ロイヤルフィルムパフォーマンス2009年度招待作品に選出され、ロンドンで上映会が開催された。スティーブン・スピルバーグが監督を担当する、淡々の冒険旅行、CG アニメ映画シリーズ第1作目、淡々の冒険、ユニコーン王の秘密では、プロデューサー、 また主に植えたデジタルで CG アニメーションの監修を担当する第一助監督として参加。きっかけは当時実写での映像化を模索していたスピルバーグがロード・オブ・ザ・リングで用いられたモーションキャプチャーの技術についてジャクソンに相談を持ちかけたことによる。動作を実写ではなく 3D アニメーションとして制作する企画も幼い頃から淡々ファンであったジャクソンの発案であり、 企画開発時から深く参加し、エンドクレジットには、妻、フランシス・ウォルシュや、ロード・オブ・ザ・リング以降の共同脚本家、フィリッパ・ボーエンも名を連ねている。2008年に公式に制作がスタートした、ロード・オブ・ザ・リングシリーズの前日短、ホビットの冒険を原作とした二部作映画、ホビットでは、監督に、ギレル・モデル・トルを起用し、ジャクソンは、脚本家、 制作指式のみを務める予定であったが、スタジオの経営不振など、相次ぐトラブルによる遅れで、ギレルモデルトロが降板し、最終的にジャクソンが監督を務めることになった。その後、同作の制作は順調に進み、2012年と2013年の冬に二部作が公開。監督としてはやむなく降板したデルトロは、共同脚本として、クレジットに名を残している。 指輪物語の作者 JRR トールキンの友人でもあり、映画ではサルマンを演じた、イギリスの名優クリストファーリーは、ジャクソンの手腕を高く買っていたのだが、王の帰還における自身の出演シーンを劇場版からカットしたことに失望し、ジャクソンを痛烈に批判、不仲が噂された。しかし、コビット制作発表を受け、リーは別作品のインタビューの際に、 また、中津国に戻りたいと思いますかという質問に対し、ああ、ニュージーランドだね。あの国にいる、あの男の下でなら、あるいは、イエスだとの胸を回答。2009年、ガンダルフ役のイアン・マッケランや、その他のキャストと共に、サルマン役として、ホビットへの復帰が報じられた。その際、高齢で、ニュージーランドへの長旅が負担となるリーのために、ジャクソンはじめ、 スタッフ一同がイギリスパインウッドスタジオを訪れリーの場面を撮影した。2014年ハリウッドの殿堂入り。ニュージーランド出身の映画制作者の多くが海外に活動拠点を移す一方、ジャクソンは自身のスタジオをウェリントン郊外の地元に置いている。また、早くからコンピューターを用いた視覚効果技術にも精通している。 バッドテイストで知り合ったシナリオライターフランシス、ウォルシュとの間に二人の子供がいる。ウォルシュは、ジャクソン作品の共同脚本、プロデューサーも務めており、ロード・オブ・ザ・リング、二つの塔では、ゴラム、スメアゴルの対話シーンなどの演出も手がけている。自身が監督を務めた映画にはすべてカメを出演しており、さまよう魂たちでは、 パンクファッションの通行人を演じたその日にテレビクルーの取材が入り、パンクファッションでインタビューを受けるジャクソンの姿が全国に放映され、それを見た両親の誤解を受けたという。また、ホットファズ俺たちスーパーポリスメン。マイナスなどにも亀を出演しているが、小さな役柄での出演のためクレジットタイトルに名が載ることはない。また、淡々の冒険。 ユニコーン王の秘密の最初のテスト映像では、ジャクソン自身が、ハドック船長を演じており、その姿は、メイキングや、アート・オブ・ザ・アドベンチャー・オブ・チンチンなどで見ることができる。さまよう魂たちや、ラブリー・ボーンには、ジャクソンの二人の子供たちが、ラブリー・ボーンには、ジャクソン家の飼い犬も亀を出演している。ロード・オブ・ザ・リングの功績を評価され2001年に、 マッセイ大学より名誉文学博士号を授与されている。長らく肥満体型であり、髭とメガネがトレードマークであったが、近年ダイエットにより 30kg の減量を果たし、中肉の体型となった。同時に禁止を治す手術もして、トレードマークのメガネも外した。2002年にエリザベス2世女王より、ニュージーランドメリット勲章を授与され、2009年12月31日に、 映画界への貢献により、ニュージーランドメリット勲章を授与され、サーの称号を得る。また、大変な航空機マニアとしても知られている。ガルフストリーム G650 を所有しており、マレーシア航空370便捜索隊に派遣したほか、第一次世界大戦中の軍用機を専門とする、プラモデルメーカー、ウィングナットウィングスのオーナーでもある。ありがとうございます。